周防灘を望む海岸線を駆け抜ける行橋シーサイドハーフマラソン2024が福岡県行橋市で開かれています。スタートフィニッシュの行橋総合公園には小雨の中およそ2000人のランナーが集まりました。走り出したら暑いのでちょうどいいです。完走するように頑張りたいと思います。寒いですね。午前9時半にスタートしたハーフマラソンは日本陸上競技連盟公認のコースで築城基地周辺を往復します。後半17キロ付近にある周防灘を一望できる長寿大橋を走るのがこのレースの醍醐味です。ランナーは声援を受けて駆け抜けていきました。